そう。あ、触ってもいいよ。いいんですか？大丈夫。でも持ち上げるとびっくりしたりとか、ちょっと噛んだりしちゃうかもしれないから触ってみる。そう、かわいいよね。そのタカちゃん色も結構変わるでしょ。アスピロソナティスっていうタコちゃん。やばい、にくっつくときが気持ちいい。くっつくよね。うん、それに気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。うん、いいよね。かわいい。握手する。握手。ちょっとだけにしよう。はい、あ、大丈夫です。はい、ありがとうございます。逃げちゃった。そう。可愛いです。頭もいいから、他にいろいろ学習させる実験をやったりとかして、去年はなんかそのバッテン。黒字に白いバッテンが書いてあるのを見せて、で、それタコさんに見せたら、タコさんがタッチってやるから、そしたらご飯あげるよっていうのを覚えさせて、で、丸とバツを一緒に出して、で、そしたらタコさんちゃんとバツの方にシュッと泳いできたりとか、そういうのが覚えられて、で、なんかチンパンジーとかだと、コンピューターの画面とかこう触って勉強したりするんだけど、それをタコもできるかなって言って、ちょっと iPad みたいな。バツとかを写して、タコが来てくれるかを見たりとか、そうそうそう。なんか昔タコがあのサッカーの、ああそう、予告してくれる。そうです。だから瓶とかも開けられるし、迷路とかも。できるの？そう、できるんだって。すごい。あまりタコの頭撫でた子いない。